私にとってここってなんか月に1回そう染色した後にボロボロになりながら癒されに来る場所なんだけど、 確かに。ボロいボつロも来の、るときボロボロやもんそうそうそう、なんね。かどんな美容室にしたいとかあった？ここのイメージああ、とイか。メージ。店の店イの。メージ。え、でも、何かな。まあ、どんな人でも、なんかいいみたいな感じで、気軽に来れる場所あ、を家作りで。たかったかな。実現してそう。実現してたらいいかな。美容師さんになろうって思ったきっかけみたいなのって美容師さんになろうと思ったきっかけそう。は、これみたいなのは正直なくって、だけど、なんか中学生の時にずっと部活ばっかりしてて、そのおしゃれをすることがほとんどなかっなるた。ほどね、太陽の下で真っ黒になりやながるっらやってたて。から、だから、おしゃれして、髪も自由で、まあそれもあるけど、仕事にしたら自由にできるっていうのもあるけど、でも一番は、人のためになる仕事をしたいってなって、で、美容師を選んだ。実際料理関係か悩んでたけど、美容師か。なるほど、そういう。でも、じゃあ、高校、何年ぐらい美容師を目指してから、目指してから、でも高校卒業してそうだ。2年か、専門学校2行っ年、て、中学生からってなったら3年、すごいね。でも、長い間、そうやって一つの仕事を続けてて、かっこいいね。長い、そうやな、過去を考えたら長いけど、でもめっちゃ早い、一瞬で終わっここまで来たって感じかも。結構人をきれいにする仕事だけど、その裏にあ、は、なんか字を見ると、なんか、すごい美容師さんの苦労があるよなって思う。結構やっぱりね、荒れる人多いから、すごい見て。働く手だよね。いいって。手ちっちゃ。手ちっちゃ。でもなんか、染色剤とか、ハルさん使わないの？つ使いたう、り。使う。藍染めとかすると真っどう？青いいになる？なる。やっぱでも、素手でやらないとダメな仕事ってことですか？できるだけゴム手袋をするんだけど、なんかどうしてもちょっと色を確認したい時に、どうしても素手の方が、なんかより色を見れ感じやる、すいってこと感じだやね。すい気がして、触っちゃって、なんそういうこかと ボロか。ボロになってなる。る。確かにでも素手でね、確認したかったり。私もシャンプーの時とかは、手袋つけてるけど、カラー落とす時とかは、やっぱ素手で最後、ちょっと確認したい時は撮ってたりする。それあるよね。なんね。か最後の仕上げだけ素手で確認したい。確認したいよね。から外初しめてる。てこの そうか感も。じ。ね。ねえ。わかるわかなんる。で素手で確認したいんだろう。一体感はあるけど、手袋。やっぱ自分の手の、この皮膚で感じたいっていうのがあるの。ね。なんか私も最後染め終わって洗い終わって色を見るときにはなんか絶対に触らないと安心できない。ねえ、わかる、すごい。愛さんもでもシャンプーとか全部オーガニックだよね。香りもそれぞれのシャンプーで違うから。使ってて心地いいっていうのはあるかな、なんかあえてそれは化学のものじゃなくて自分で選んで植物のもの。選んでる。お客さんとしてもその代わりで癒されるし、癒されてほしいなっていうのは一番かそうだよね。愛さん自身も楽しそうだね、その代わりで。今までの作られてきた嘘とかを喋れるのはいいなって思う。そういう植物とかの話もそうちょっと似てるね、や。ね。染めとあ、ね。うん、確かに確かに。それが受ける。紙に
髪を染めたり、うん、髪に与えるのか、うん、布を染めて、うん、そういうものを作るのかの違いで、うん、ちょっと似てる部分はあるかもしれないね。確かに自分の作ったもので、うん、ね、お客様が外を歩いてくれるとかね、カバンの、そうだね、うんうん、それいいねとか、そのカット似合うねっていう、そのカバンいいねみたいなね、生きがい、やりがいを感じる、ね、そこに一番感じるかな、やりがい、このカバンをどんな風につける、うん、ね、普段は腰に巻く、うん、腰に巻く、こんな感じ、あ、そうやって巻くんだ、そうそうそう、結構動くから、これが、あ、こういう感じ、ね、そうそうそう、うん、だから大体腰にして、ここにすぐ手が行くように、そうそう、してる、エプロンしてからそれするよね、うん、エプロンしてからこれする、エプロンも見せてもらおうかな、ね、こっちはね、今、うん、長くて逆に長いんだ、そう、ここにね、あ、そうそう、スリットが入ってて、スリットが入ってて、これも着てみる、これも着てみよう、うん、そう、短い方と長い方を使い分けてて、うん、なんかやっぱりこうカットするときに、うんうん、こう足を開けるかな、そうだよね、そう、スリット入ってないとやっぱり、うん、開くとここに入っちゃう、こう、うんうんうん、こうなっちゃうから、え、そうだよね、ここがやっぱり出ちゃう、うんうん、なんかやっぱ切られてる時は見えないけど、うん、やっぱりスリットあった方が絶対にいいよね、あ、そうそう、スリットあった方がいいかも、ここにお客様がやっぱり座って、うん、そうだよね、いて、うん、面白い構造、そうそう、なんかこれのもうちょっと長くてスリットが入ってるやつがやっぱりあったら、なるほどね、ちょうど使いやすい、うん、使いやすい、うんうん、ポケットここにいる、つけない、ポケットなしでもいい、なくてもいいかも、全くないのもかっこいい ね、なかなかないけど、うん、ない、アイさん、ポケットなくてもいいかも、なくていい、なんかない代わりに、うん、その、うん、今使ってるものはポケットここにあるんやけど、うん、ここに手袋入れたりしちゃってるかな、うん、サイドに、まあ、さっきのタオルと一緒で、うん、手袋をこうパチってつけるとか、あ、パチってつける、手袋って何用ですか、うん、手袋カラーの時と、うん、シャンプーの時、あ、つけるんだ、うん、ら常にだいたい持ってないと不安になる、うんうん、タオル、うん、タオルこれがつけられる、わ、なんか見えてきたね、うん、なんかつけられるような、そうそう、つけられる、左側がいいか、右、あ、左の方がどっちにもあってもいいね、うん、そう、シザーケースをだいたいこっちのこう左に、あ、じゃあ、うんうん、右につけるから、うんうんうん、そうやね、左にこう止めるやつがある方が、あ、なるほどね、アイさんは左、うんうん、ここのさっきスリットのところを見せてもらったら結構、うんうん、多分、うん、想像してるよりも、うん、美容師さんってこう、うん、なんだ、足を動かすから、うん、ここが補強が結構いるような気がしてて、うんうんうん、皮をちょっと当ててあげるとかした方がほつれてこなさそうだね、うんうんうん、これすでにそうだね、仕事道具だもんね、うん、補強、うん、うん、かき渋、かき渋、なんかかっこよくなりそう、かっこよくなりそう、なんかこう使うたびに柔らかくなるし、うんうん、そう、いいかも、旅するのにも、ね、うん、いいかも、いいかも、なんかこんな感じで、じゃあちょっと考えてみようかな、うんうん、